皆さんこんにちは、熱すぎて炭酸飲みたいエミリーです。とお待たせしました、マジマ編ラスト再開しようと思います。と前回のやつはなんか録音がちゃんとできてなくて止まったままでした。今回はちゃんとしたものをお届けできればいいなと思います。で前回私一回ちゃんと全部見たので2回目見たことになるんですけど、初めて見たような感じでうまくリアクションしていければいいなと、演技していきます。で前回の話はマジマ組の中にいる川村くんって人がほぐし会館の常連ってことで、ほぐし会館に情報を聞き出しに行きました。で受付の人がいろいろ情報を教えてくれたんだけど、代わりにマッサージ受けてくれって言われたから、なんか立山さんって人にマッサージを受けてもらいます。今からじゃあ行きましょう。おー、マジマ編参上、シマノの狂犬、マジマさんの代名詞ですね。お、あ、これ今音楽鳴ってる。セリフ聞こえないかもしれないね。ちょっとアフレコしていきます。じゃあ次は足つぼいきますね。ちょっと痛いかもしれませんけど、我慢できなかったら言ってくださいね。うわっ、うわっ、うわっ、あ、痛かったですか？そうですか、それならいいんですけど。いやいやいや。今声出したらバレるから喋んないようにしてるみたい、真島の兄さん。じゃあ次は腕に行きますね。顔隠してる、見られないように。あ、音楽終わった。腕時計してる、腕時計してるよ。すみません、腕時計気になります？マジマの兄さんがあげた。これ私の宝物なんです。もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。小包に入れてたもんね。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。あ、だから水色なんだね。なので替えがこの色しか見つからなくて。うん、元々のデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。うん、やっぱ目が見えると話流暢になるのかな。実はこれ私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。兄さんだよ。すごい幸せな空間。私実は昔、うん、精神的な原因で目が見えなかった時期があって、うん、その人とはそんな時に出会ったんです、うん、事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。本当にかっこよかった。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです、うん、そのおかげで今は無事に結婚して子供さんもできてる。結婚して、お子さんも子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あのお医者さんかな。あの頃はこんな未来の、すごい成長してる。想像もつかなかった。子供、私今本当に幸せです。よかった、幸せで。希望を捨てないで生きてきて、うん、本当に良かったなって心からそう思えるんです。よかった。でも私その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、うん、ずっと後悔してるんですよね。目の前にいるんだよ。実は実はここで今こうしてマッサージしてるのも、うん、
それが理由なんです。ここはその人と初めて出会った場所なんです、うん、そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町、うん、だからここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていれば、うん、いつかもう一度会えるんじゃないかって。奇跡だ。今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って、うん、あ、いけない、神経臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。わあ、あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。幸せ、いいな、なんかこの空間。お、あ、お客さん、これうちの会員カードです。どうぞ。カード見られないように。あの、以前どこかでお会いしましたっけ。バレるかも。あの時助けてくれた人、腕時計。喋らずに。 あの、お体楽になりましたか。喋る。おかげで18年ものの凝りが取れた。うわぁ、18年もの凝りだって。ありがとうございました。かっこいい、鳥肌立った。あ、お客さん、ありがとうございました。いかがでしたか。立山さん、うまかったでしょ。ああ、来てよかったわ。でもお客さん、ラッキーですよ。実は立山さん、今週でお店辞めちゃうんです。え、辞めるの。何やって。何、そうなんか、うん、ええ、何でも旦那さんの仕事の都合でご家族で海外に行くみたいなんです。単身赴任ってこと。うちの店としても実力ナンバーワンの立山さんが抜けるのは痛手なんですよね。あいつはいつまで日本におるんや。え？確か来週頭の飛行機に乗るとか言ってましたけど。また来てくださいね。うわぁ、どうする。誰だ。お、あの、さっきグランドで会ったあゆみやけど。どないしたんや、そんな慌てて。今、河村が店に来てるんや。お、河村くん来た。何やて。何やて。私、VIP ルームで近江連合ってとこの幹部の人と接客しとったんやけど、うん、急に銃を持った河村が乗り込んできて、その人を撃ち殺したんや。河村くんが。私、逃げ遅れて。お願い、早く来て。やばいやん。キャバレーグランドの VIP ルームやな。すぐ行くわ。キャバレーグランドに河村が、近江の幹部を撃ち殺したってどういうことや。すぐに向かうで。本当に謎すぎる。なんで撃ち殺してんの。キャバレーグランドへ向かえ。人だかりがすごい。何何、河村くんのおかげで。なんかの撮影とか言ってる。おそらくこれが俺の最後の戦いになりそうや。キャー、このまま乗り込むか、それとももう少し準備するか。もう乗り込むよ。よ、じゃあ行くで。うわー、最後。お、よし。お、本当に持ってる。すいません。何してんの。でも仕方ないんです、うん、殺さないと殺されちまいますから。どういうこと。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。うん、はい。あ、本当にやったんだ。でもあと一つ、
あと一つなんです。何？それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、何があった？俺は生き返れるんです。どういうこと？本当にすんません。親父、死んでください。びっくりした。戦い？川村亮太、うわー、いけ、いた、うわ、ねえ、これさ、よし、至近距離で銃ずるいよね。ギャッ、うわ、頭3発食らいました。死んでます、普通なら。いや、あー、うわ、危ない。兄さん動き早いから楽しい。よっしゃ、おりゃ、うわ、やられる、うわ、危ない、いけ、うわ、よいしょ、よし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 、倒しましたよ。うー、お、土下座してる？やっぱり強いっすね、親父は。うん、強いよ。もう少し早く親父に会えてたら人生変わってただろうな。どういうこと？川村、お前なんでこないなことを。うん、親父、本当にすみません。びっくりした、びっくりした、あ、よく頑張ったな、川村。この人はあの人だ、死んじまったよ。これでお前の借金チャラにしてやるよ。え、イーブチ、あ、イーブチさんだった、メシブチさん。一番の悪者でしたね。バカとハサミは使いよう、なんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで、うん、何でもしてくれるんですからね。わあ、やだ。金と暴力ちらつかせるだけでいい。うん、極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。わあ、すべてお前が裏で糸引いとったんか、飯淵。ええ、その通りです。怖っ。何が目的や。うん、この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？何ですか？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて、うん、素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。うん、本当あまりにも非効率すぎますよ、この業界は。だからコンサル上がりの私が、うん、きっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。うわ、他の業界の人が入ってきた。各地に散らばる極道組織を全国統一し、うん、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する。全国統一まで。いわば極道社会のアップデートですよ。すごい、本気だ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。植松やったんもその理想の民や言うんか。うん、ええ、極道社会の全国統一、うん、私はそのための足がかりとして自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。うん、寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。植松もそうですし、あんたもそうです。全部計画済み。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。聞いちゃったよ。私はそうやって登場会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。ふーん、近江に。近江、はい、
東条会を近江に吸収合併してもらえば、うん、日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、うん、極道社会を自分の理想色に染め上げる、義理人情なんてくだらないものに左右されない、うん、合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。すごい気合入ってるくだらな。どうやったらこんな情熱は出てくるの。あなたなんぞにその価値はわからないでしょう。わからん。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。え、あとは実行に移すの。お話済み。しかしスムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには、うん、何か大きなきっかけが必要だ。うん、それが、はあ、戦争ですよ。やめて戦争一番嫌。東条会の人間が近江の幹部を殺せばこれに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、うん、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。うわぁ意地悪え、もしかして悪いが、あんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。まだ心残りが。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。デメリットしかない。どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今死んどいた方がひどい。値打ちが出ますよ。死んだら何の意味もない。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。うん、お前の理想なんかどうでもいい。うん、どうでもいい。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。よし殴ろう。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。今すぐ殴ろう。そんな古臭いバカな極道は。何？何かあったの極道に対して。さっさと消えろって言ってんだよ。マジマー。めっちゃ怒ってきた。どうする。あーナイフ。かっこいい。うわ、今の避けた。すごいかっこいいよ。めちゃくちゃやばい。あ、撃たれた。うわー、いいぶちけ。めっちゃかっこいい。行くよ。うわ危な、剣でバリアした。よし、イーブチさん強いんだよ。よいしょ。うわ、よいしょ。あ、どこいて。コンサル。うわ、機関。え、やばい、今のやばくない？至近距離でさ。いた。よし、うわ、いけ。よっしゃ、刺しまくった。これで回復します。いて。なんなん、どんだけ銃入ってんの弾。よっしゃ、2回目刺しました。倒れてる倒れてる、私の回転攻撃で。よし唯一の回転攻撃だから。よし3回目。よっしゃ、いやいて。頭も良くて喧嘩も強いって最強じゃない？イーブチさん。悪いやつだけどさ。よしよしよし。
いけ。よし、めっちゃ決まった。今もうちょっとだ。あー、いけ。いた。よしよし、来い。いやいや、最後が いて。行くぜ。よっしゃー、倒しました。イエー。参ったか。うっ、すごい腕力。圧力、握力だ。人んとこの組員弾いといて、ただで済むと思っとったんなら、バカはお前の方やで。うん。豚箱で臭い飯でも食って。豚箱。一から勉強し直してこいや。兄さんの喋り方優しいな。殺さないとこがすごいよね。あ、やばい。まだあった？様、残念だったな、真島。全てはもう動き始めているんだよ。え、もう？ダメじゃん。西と東の大戦争が起こり、うん、登場会は消える。これから面白いことになる。やめて。最高のエンターテイメントだ。エンターテイメント。一足先に行って、うん、特等席を確保しておかねえとな。うわ、自分で撃つの？あ、撃った。自分で撃った。役目終了、井渕さん。お、真島さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。飯淵の魂胆を見抜ききれなかった、うん、私の責任です。いえいえ、もともとある程度黒いもんを含んどるやつやとは思っていました。黒すぎ。数字を重視するあまり、数字にならないものを軽視し、あなたも黒いよ。でも私のやり方が間違っていたのかもしれません、うん、組の頭張る男は間違っても間違っとるなんて言うたらあかんで。お、え、登場会の五代目はお前なんや、うん、お前が白と言えば白、黒と言えば黒、うん、それがわしらの生きとる極道の世界。うわ、どんなやり方をしようと、うん、お前が正しいと思うんならそれが正しい。共感できるわ。ま、正しかろうが間違いやろうが、わしはお前のやり方は嫌いやからな。ズバッと言う。なことより、わしが気になっとるのは近江の方や、うん、近江。わしが今回ドンパチかましたんは紛れもなく近江連合の島や。それに飯淵の仕業とはいえ、うん、うちの組員が近江の幹部をやったんは事実、うん、連中が黙っとるわけないやろ。はい、実はすでに近江の方から説明の場を設けるよう求められております。近江と戦争になったら今のうちはおしまいや。せやから一つ提案が。提案。提案。なんだ、何、巻物、刀か。かっこいい。真島さん、礼儀正しいよね、寺田さんって。ずっと敬語だもんね。わあ、襖おしゃれ。おお、来ました、合流会。懐かしいね。みんな均等に座って、
この全員キャラ濃いな。大見連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。うん、申し訳ない。ゴーダリュウジ、何のんきなこと言うとる。相変わらずぬるいの寺田藩は。ここで真面目お兄さんと会ってたんだね。こっちはあんたらの内輪もめのせいで三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。うん、答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。なったよね、戦争。まあ待て、今日は喧嘩売るためにこの場を設けたわけやない、うん、すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります、うん、あんな。このままお咎めなしで穏便に、なんてことになったらうちの連中に示しがつかん、うん、私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。落とし前だって。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ、うん、結果的にうちの部下が起こしたことを、責任は親のわしにある。真島の兄さんが。ほう、どう責任を取ろう。どんな責任。真島組、うん、解散でどう。解散なんやと。真島組言うたら登場会で現状一番幅利かせとる組やないけ。うん、そうないな組を解散って勢いだけで何言うとるや。わしが解散言うたら解散なっとけ。めっちゃ怒った。解散すんの。真島組は解散、うん、わしを含め組員は全員登場会から足洗う、今回は誠に申し訳ない。それで収めてもらえる。すごい潔いね、お辞儀までして言い訳全くなし。どうする。あ、変えてった。畳ワシャワシャになりそうだね。車椅子広い。ここせっかくの戦争勃発の大チャンスやったのに、あの真島とかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいならあの場で噛みつけばよかっただろう。うん、あんだけ潔い姿勢見せられたら噛みつく方が野暮ってもんや。うん、まあいずれにせよ、うん、登場会とは近いうちに戦争することになるよ。なったんだよ。その時までお楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回の飯淵ってやつも、うん、あんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉そっくりあんたに返させて。信頼してない感じ、この中でも。裏切って当たり前なんだ、誰か。真島五郎、うん、大した男。お、来ました、褒められました、五郎ちゃん。イエーイ。お、工場だ。なになに。ちょ、サク。おはよう。朝礼。おはようございます。やる気な。声が小さい。挨拶ができへん人間は建設もできへんで。ほれやりなし。ええか。朝に、はい。おはようございます。お、できた。なんや、やればできるやないか。なら初めからやるか。急に怖。あの親父。ああ、なんや。本当に俺たち真島建設なんて会社やっていくんすか。
これ真島組の？カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんて、ノウハウもない俺らじゃ無理ですよ。アホか！うわ！ノウハウがない？いて！うるさい！そんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないよ。これみんな真島組なんだ。もともと。だから務まらないんじゃないかって話なんですけど。うん、この程度の仕事はネットで調べてとっとと消せ。ネットで？そんなすぐ壊れるよ。ええか？今日からわしらの新しい人生が始まるんや、うん、楽しいね。極道ではなく片木として、うん、不眠不休で働け。めっちゃブラック文句を言うやつは給料抜きだ。よっ、バッチはされねー即逮捕。ブラック企業だ。ブラックすぎ。真っ暗だよ企業。お、飛行機だ。お、まことちゃん、アメリカ行くんだね。パスポート、パスポート。何それ、オーゲルプレゼント。これ誠さん宛てで店に届いてたんです、うん、送り主が書いてないんですけど、常連さんからですかね。真島お兄さん、もしかして。何何、腕時計。これって昔私がしてた。どうして。あ、古い型なので替えがこの色しか見つからなくて、もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。あの時の。もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。うわ、思い出した。兄さんがくれた。会えてよかったね、最後に。あ、アメリカに着いた。どうした、マコト。眠れなかったのか。ううん、大丈夫。うん。わあ、ちゃんと整理できていけてよかったね。もうすぐ新しい生活が始まるんだね、うん、心残りでもあるのか。どうだろう。うん、よかった。ないよ。よかった、本当に。会えてよかったね。ありがとうって伝えれてよかったね。あー素敵。ということで真島編ついに終わりました。もうほんと最後らへん感動して泣きそうだった。ほんとに誠ちゃんと真島の兄さんのストーリー大好きです。ありがとうございました。また真島の兄さん今後もたくさん出てきてほしいなって思います。で竜如くの3今やってるので、これもどんどんやっていこうと思ってます。あとはデトロイト、もうデトロイトもやろうと思ってたんですけど、なんか著作権がすごくって、私のなぜかわかんないんですけど、私の動画すごく著作権がかかってしまってて、うまく上げられない状態でいます。なのでデトロイトは個人的に楽しむかもしれません。そう、あと PS4 のアカウントが無事に戻ったので、ファイナルファンタジー7リメイクまたやっていこうと思います。やった、やっと治った、ほんと嬉しい。ということで真島編無事に終わりました。最後までありがとうございました。じゃあまたねー。